岸田首相、国債は政府の負債であり、国民の借金ではない、国会で。岸田首相が24日に国会において、次のような発言をいたしました。実際に見ていただきますと。大島九州議員のご質問にお答えいたします。国債についてお尋ねがありました。国債は、政府の負債であり、国民の借金ではありませんが、国債の償還や利払いにあたっては、将来、国民の皆様に対して税金等でご負担いただくことなどが必要であり、また将来仮に政府の債務管理について市場からの資金調達が困難となれば、経済社会や国民生活に甚大な影響を及ぼすことにもなります。こうした経済財政上の課題については、国民の皆様に対し丁寧に説明をし、政府の経済財政運営についてご理解をいただくことが重要であると考えております。大島、このような発言をなされ話題となっておりますが、こちら国債に関しては国民の借金かのような主張がございますが、実際は国民から見れば借金ではなくて資産でございます。物価高騰の中で、また単に預金貯金を行っているだけでいいのかと、資産運用した方がいいんじゃないかと検討されている方もいらっしゃるんじゃないかと思われますが、その一つの選択肢としてこのような国債の購入もあるのかなと思われます。また国債の残高1000兆円のうち、すでにお金を発行できる日銀がおよそ600兆円を保有しており、日銀が保有している国債は国内で流通するお金の量を調整する効果もございますので、国債は借金のみで説明できるほど単純なものではございません。政府や国会議員、またマスコミの皆様には、このような国債の役割について、正確な説明を行っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。